明けましておめでとうございます。去年は大変お世話になりました。今年も頑張っていくのでよろしくお願いします。ということで、いやー、新年一発目のイベント、お正月イベント、金河新年だそうで、いやー、メインがね、大鳥なんだよね。で、覚醒前の絵に日吉とカバジが両サイドにいて初詣をする絵が描かれているっていう、このエモエモな、非常にひょうていひょうていしいお正月イベントで、今年の手に選びは幕を開けるわけなんですが、今回もね、そのガチャ引いていこうと思います。いや、お正月一発目のガチャはね、引いちゃうよね。うん。で、じゃあちょっとカード情報見ていきましょう。はい、出た。いや、このカイドウもいるんだよね。いや、2年がちょっと多めですよね。カイドウこれ何してるのかちょっとよくわかんないけど、まあとりあえず覚醒後はかっこいい。で、日吉何してんこれ日吉これ何してんの。いや、覚醒後がかっこいいのはいいんだけど、覚醒前さ、何してんのこれ。え、福引きみたいなのをめちゃくちゃかっこつけて引いてんな。これアトベイズム継承してるね。いいぞ日吉、頑張れ。いいな、いいな。じゃあ、で、大鳥じゃない、平子はこれ何してんだ、お魚眺めてるね。で、で、大兄さんが SR と。いや、大兄さんいかつ。はい、というガチャを引いていきたいと思います。ポイントガチャなんで、やっぱり引いていきたいですね。特攻欲しいよねっていうところもありつつ、まあ、今回は誰か一人取れれば SSR 取れればいいかなと思うけど、やっぱ日吉だよね絵の面白さ的にも日吉だよね。これ福引き引くのにカッコつけてんじゃねえみたいなとこあるからね。じゃあ、いきなり10連いきますか。ちょっと一旦ゴール地域が何枚あるか、あ、6枚しかないんだ。まあ100枚あったところで1枚手に入るかどうかわかんねえからな。じゃあ、いきます。ほい、いきます。さい、あういはい、じゃあこっからね、あるかもしれないんで、手に選びさん2022年もよろしくお願いします。ほい、どんどん行くよ。まずそうまずそう。あ、まずいねこれね。初回10連でスパッと終わりたかったな、本当はね。マジか、日吉欲しかったな、欲しかったな、つうか、まあ次出るかもしれないけどさ、とりあえず最低保証の SR10 枚目の SR 登場のところで大西さん欲しいけど、どうなることやら。大西さんではない、普通の人。東方か、東方ダメじゃないけど、よくはないんだよな。やっぱここはお兄さんが出てなんぼのところだから、残念。よっしゃ、20連目いくぞ。よっしゃ、20連目いくぞ。よいしょい、はい、いやー、はいはい、いやー、マジこれ終わんないパターンある。さあ、やーん、はいはいはい、マジマジですか。ちょい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 、あー、まあ議員の玉多いのはもうはやいいか。いや、皆様お正月いかがお過ごしでしょうか。おっと、お兄さんに来た。いいね、これ何食ってんだ。あんこがついたお餅を食べていますね。これどこなんだろうね。まさかあそこがポカポカ横丁のガキどものところか。で、タカさんが当たっていく。もう一枠 SR があるな。そこでお兄さんを重ねていきたい所存。私初詣にもう行ったとかいうエピソードをね、お話しできないんですよね。ああ、多いし10枚目だ、危ない。タカさんも9枚目だ、ちょっと危ない。じゃあお兄さん見ていきましょう。はい、金河新年鬼十字路 SR ですね。はい、全画面タイムいや、いかついよな。はい、じゃあ30連目か。そろそろ当てたいね。全員コンプリートしたいとか言っているわけではないので。はい、まずいよ、頼むよ。はい、どんどん行くよ。いや、マジか。はい、2時来い。いやー、ああ、終わったわ。ああ、終わった。
初詣に行くの遅すぎるマンなんで。てか去年初詣したかな。おう、ガクちゃん、おはよう。去年初詣したかどうか怪しいレベルなんでね、まあ、今年は気が向いたら行こうと思います。いや全然当たらんね。30連目でしょこれ。はい、あウェイ、大西さんではない。いやマジかこの渋すぎんだろ。30連引いて大西さん1枚。いや、やばすぎマジで。こっから引いてろ。じゃあ40連目だ。課金したばっかりなのに。はい、うぃー、はい、どんどん行く。いやー、お願い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 。よし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 。はい、何球くらい。わからんずっとわからん。いやー、よかった。お、立花さんだ。いや、お兄さん出ねえな全然。いや、とりあえず40連目で1枚引くことができて、まだ、いや、ギリ耐えなのかなこれは。わからんわ。あんまり良くないね。いや、テニラビさんからお年玉もらいてえなと思って。来た来た来た。手を伸ばせば届きそうなのに動けねえ。ひらこばだ。よっしゃい、ひらこば。お魚を眺めし平子バリンさんが当たりました。ありがとうございます。よし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 。いやー、助かった。マジでここで来なかったらどうしようかと思っておりました。危ねえマジ。おお、そっちの日吉じゃない。違うのよ日吉、お前分かってねえな。違うんだよ。レビューはもうした。はい、つうわけでじゃあ平子は見ていきましょう。はい、赤タイプなんだね。あー、ハブ、あー、ハブは多分見たことあるな。はい、つうわけで、いやー、いいね、よきよきのよき。平子はってお魚興味あんのかな。大石と仲良くなれそうだな。はい、つうわけで金河新年ガチャ引いていきました。いかがでしたでしょうか。いやー、課金したての石をね、早速こんなにも使うとは思いませんでした。もう1万使ってからもう早すぎ早すぎ。テニラビさんからのお年玉欲しかったなーっていうのがまあありますけど、まあ、とりあえず今回はまあ7引いて0みたいなことにはならなくて、とりあえず良かったなって感じですね、正月早々ね。はい、というわけでじゃあまた何かしら似たようなガチャとか出たら引いていくと思いますので、よかったら、気になる方はチャンネル登録してお待ちしていただければと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。学びねー。